和樹とえつかな号外ネット TV。 イエーイ。はい、始まりましたね。はい、おはようございます。おはようございますね。ちょっとね、今日は暖かい、ね、そうですね、今日は暖かいです ね、すごい。昨日は暖かかったですね。昨日も暖かかった。一昨日はもうめっちゃ寒かったです ね、風邪をひかないように、はい、気をつけてください。はい、なんか今日は先に、そうなんですよ、先にちょっと、はい、最初に告知をさせていただきたくて、はい、ちょっと本当にですね、見えないかもしれないですけど、ガンバ大阪を応援する、はい、商店街、パート、これは5ですかね、うん、その、はい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 、5ですね、はい、難しい表記になってるんでお伝えすると思っていきます。はい、こちらになるんですけど、はい、こちらの、アーティストライブの方に、僕がダンスで、やんちょさん、住川博やんちょさんという落語家の方とコラボでダンスをさせていただきます。他にもいろいろ、ちょっと見てください、名前がずらずらあるんですけど、こんなにいっぱいアーティストの方が出てくれるということで、11月の14日土曜日に、土井の商店街、はい、でやります。ぜひ来てください、お願いします。ね、ガンバ大阪買ってるね。そうです、ガンバ大阪買ってるんですよ、ね、だからビデオメッセージ、そうなんですよ、買ってるから選手の方がちょっと来れなくて。へえ、まあでもね、ガンバにとっては嬉しいよね、はい、そうですね。毎年やってるの、ね、これほんなら5回目っていうことは。そうなんですかね、でも僕も、前のやつも1回出させてもらってて、僕その前のやつしか知らないです。あ、そう、はい、その前はちょっと全く分かんないです。ね、いろんな取り組みを各商店街でやってるみたいで、ぜひぜひお近くの方はね、行ってくださいね。はい、お願いします。それとあと、はい、告知つながりでちょっと今回の記事も、はい、ちょっと一つ告知になるんですけど、はい、いいですかね、記事の方で、はい、はい、こちらですね、はい、はい、毎年恒例の秋のお祭り北条ふれあいフェスティバル、今年で第18回目、今年はどんなお店が出るのかなということで、はい、はい、フレアフェスティバル第18回目に、すいません、18回目になりますね。ねえ、すごいね、18年前からやってるんで、18回っていうことは。あ、僕と同じ年ですね。あ、そう、はい、僕生まれた時に始まったんですね、これ。会場は会場が今年は、北条小学校で、あ、はい、ね、北条中学校であったりね、はい、毎年毎年、北条小学校、北条中学校、北条小学校、北条中学校で交代交代でやってて、交代交代でやってはい、去年は北条中学校で開催されて、雨のため少し寂しい開催になったようですが、今年は、おととしで2000人近い来場客が訪れた北条小学校で開催されます。ああ、そう、今年は天気は良さそう。わかんないですね、もう、まあ、日曜日。僕がいるから多分大丈夫です。あ、そう。僕がいるから大丈夫です。あ、そう。僕一時雨男だったんですけど、最近雨でも曇らせるようになってきたんで。あ、そう。もともと雨降ってても、僕が外出たら雨が止んで曇りになるっていうぐらいなんで、晴れ男。ちょっとそれを、晴れ男で曇る男なんですよ。曇る男。晴れまでいかないんですよ。はい。曇るんですよ。でも晴れの時は大丈夫です。晴れの時は晴れのままです。で、家族はここじゃないですか。はい、これでちょっとうちなども告知なんですけど、ちょっと文旦に下に方にある、下に、はい、ありますね、これですね、はい、これの、なんかフリーマーケットと、まずお店があって、でフリーマーケットもあり、お店とフリーマーケットします。これは模擬店とフリーマーケット、はい、ステージ、はい、で僕このステージの方にさせていただくことになってまして、で、これがその前々から何度か言わせてもらったんですけど、こちらの北条人権文化センターさんのダンススクールの、生徒さんと一緒にやるんで、はい、ちょっと今回はもしかしたら一人だけ、目標だからもう一人で二人になっちゃうかもしれないんですけど、出ます。で、僕のソロもやる予定なので、
でステージの方が時間が、ちょっと他かな、ステージの、あ、ステージの時間はちょっと分かんないようです。で、かずきくんは何時頃出るの？僕は多分 10時頃でしたね。10時からになってんで、10時にリハの方でした。ああ。確か12時からスタートになってる。はい、ちょっと詳しい情報の紙が家にあるんで。あ、なるほど。家に、ね、今日置いてきちゃったんで分からないんですけど、はい、ちょっと11月8日日曜日の12時から15時半まで開催となっております。はい、3時間半で、ね、いろんな食べ物とかもちょうどお昼を兼ねて12時ぐらいに行ったらいいっていう感じかな。僕も結構これ行かせてもらってるんですけど、結構いろんなお店出てて、ね、はい、結構楽しいですね。私ね、この日はいつも他のイベントと重なって。あ、そうなんですか。今回もですか。水野公園で。ああ、じゃあでも雨やったわ。じゃあ来年はじゃあ頑張ります。行きましょう。お前楽しんで。イベントが多い時期やねんな。そうですね、この時期。そうですね、もうめっちゃイベント多いですね。はい、こんだけいます。ちょっと今カメラの人がいないんでちょっとこれ伝わらないんですけど。あ、そうだ。そのカメラの人どこ行っちゃったのかな。あ、そうだ。あ、カメラの人持ってきました。カメラの人持ってきました。画面を切り替えてもらってもよろしいでしょうか。はい、すいません、ちょっと画面の人も忙しいんでね。はい、モニターの方に、はい、こちらですね。はい、こんなにいっぱい人が、おにぎり屋ってあるんですね。ああ。いろんなおにぎりがあるかもしれないです。そうやね。ちょっとどんなおにぎりがあるか、今年出るのかな。出るんじゃない。大体同じ人が出してるやろ。そうですね。ね、あと、遊びのお店、はい、遊びのお店では縁日で出ているような模擬店、手作り体験の模擬店、いろいろなものの販売の模擬店と、はい、ね、いろんなお店が出て楽しそうで、はいはい、子供さんたちもたくさん来られてるよね。はい、あ、その下は？その下は、あ、これがステージですね。これがステージ。はい。へー。これは工場小学校のこのステージかな。あー、工場中学校はなんか僕が知ってるのが結構なんか高いステージが作られててみたいなとこだったんで、あ、そう。僕工場小学校で出るのは体育館も違う。僕、本屋小学校で舞台とかするの初めてかもしれないですね。あ、そう、はい、そう、楽しみですね。楽しみやね。はい、はい、たくさんの人が来ていただけるように、はい、時間分かりました。分からない時間分からない。時間は、はい、まあね、12時から食べながら、はい、見ながら ね、楽しめますので、はい、ぜひぜひ、はい、お願いします。はい、そしたら今日は本当に告知。そうですね、もう何があったとかじゃなくて、今度はね、はい、7日の土曜日に行います、はい、大東ピクニック、はい、こちらですね、はい、どんな記事になってますかね、はい、チラシが出てますね、はい、すごいよこれ、大東であの人たちと共に新たなライフスタイルの体験会って言ってね、朝原、大阪ガスのこれオリンピックのね、選手やった朝原さん、はい、またバレーボールの監督、柳本監督が来られて、本当にね、この人たちと触れ合って、いろんな、ね、イベントができると。で、また、織田信長に先駆け、近畿内を制した男ということで、三好長慶というね、はい、登場人物、大東はかつて日本の首都であったという、これを今度ね、朗読劇。はい、にされてね、これ大阪ガスさんがやっていただいていることなんですけれども、はい、今回このとかイベントを仕組んだのは、まあ、大阪ガスさんが中心となっていろんなことをやってくれてます。で、あと食べる方もね、ちゃんこ鍋とか、またね、大皿クッキーのキッチンカーも来ますのでね、まあ、この本当にチラシを見るといろんなことが、ね、体験できるみたいな感じで、イメージされるんですけれども、まあ、とにかくこれで告知したのオスパーって決まったから、あ、だから今すごい必死で告知してるんですけど、はい、ね、ぜひぜひ皆さんね、でリュックサックを持ってね、事前申し込みがいらない、フリーマーケットが、だから自分で売りたいものを持ってきて、ここでやってください的な感じで、その日当日できます。はい、そんなのなんかね、いろんなところでやってるみたいね。はい、うん、リュックサックマーケットっていうらしいんですけどね、うん、書けますかね、
あ、それ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 、うん、なんかもう結構ね、山の上でやったりね、はい、いろんなところでね、うん、開催してはるみたいで、結構人が来るみたい。そうなんですね、うん、まあ初めての試みなんでね。で、だいたいあと10時から開会式ということでありますけれども、うん、いろんな面で、始まるのがいろいろ、はい、グラウンドであったり、体育館であったり、図書館であったり、理科室であったりということで、痩せる食べ方ですよね。痩せる食べ方、食育、うちのお母さんなんかすごいメニューいっぱいよ痩せる食べ方とかあるんですね。なあ、楽しみやな、はい、どうやって食べるんですか。どうやって食べるんじゃ1回噛むと30回噛まなかったとかかもしれんね。うん、まあ、大阪ガスじゃないからクッキングも得意なんやなんてね。そうですね、うん、あ、お腹から痩せるねって、またあ、すごい、ね、あ、ちゃんとあれは講師の先生が気はんねや。あ、へえ、へえ、でも僕もすっごいお腹空いてきました。あ、そうあの、ちゃんこ鍋、あの、言うたあたりからすっごいお腹空いてきて、うん、あ、そう、へえ、あ、そっから何も食べてないんで。あ、そう、え、今日は何も食べてないから朝ごはん食べてきんかった。あ、そうちょっと起きたのすすぎて。あ、そうね、こんな、こんな教室もやるわ。あ、相撲もあるんですか。うん、へえ、なんか僕小学校の時に力士の方が学校に来られて、うん、あ、あの体験した覚えがあります。あ、そうやね、大体大阪場所の時にね、はい、あの大都市でもね、はい、部屋をね、うん、あるね、3つぐらい大都市で部屋来はるわ、その人たちが病院とか小学校とか幼稚園とか今っていう、あの回ってくれはってボランティアさん。そうですか。そうそう、前はね、商店街も歩いてもらって。ああ、そうですね、うん、お相撲さんらに、ほんで各自お店に寄ったりして、皆さんと握手したり、あ、うん、そうね、そんなんも来てくださいました。大東市はね、相撲が結構盛んで。あ、そうなんですか、うん、へえ、知らなかったです、うん、だからあの土俵もあるしね、大東市。あ、そうなんですか、うん、へえ、そうそう、ね、企業さんでも相撲を応援してる企業さんもあるしね、会社の中に土俵を持った。あ、で、そうなんですか。そこで寝泊まりに行って、あ、大阪場所で、またそんなんでね、いろいろと、はい、皆さんぜひぜひ朝の10時から、はい、夕方というか3時半まで、いろいろとプログラムがありますので、はい、はい、お越しください。今パッて見ただけでも、もういろいろありますね。そう、ダボーメンでいろいろ、いろんな人が来はるね、うん、ね、見込み、理科室の、理科室ね、あの、お腹からですよ。そうこれが10時45分から。そうやね、11時半まで、いろいろありますね、イベントだらけですけれども、はい、場所は、旧この小学校、ここの北小学校、うん、この北小学校、うん、ちょうどね、警察、市場なんて警察の隣。あー、うん、あ、そうですね、そう廃校になったところね、市場なんて警察の隣です。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします、はい、お願いします。はい、じゃあ次に、はい、次の話題は、今回次が一番多分盛り上がるかもしれない。そうやねー、ね、そうやねー、はい、こちらですね、うん、ついに、はい、ついにイオンモール市場なわけオープン情報第7弾、はい、10月20日プレオープンに行ってきました、はい、店内の様子を写真を中心にお伝えします。あ、はい、いろんな写真撮ってきたもんね、はい、そこの写真、これあの20日行きましたもんね。そうそう、一緒にね、はい、一緒に行きました、うん、一緒に行きました。多分この記事書いたのはうちのお母さんかな。あ、そうやな、はい、一緒にね、行きまして、ね、はい、まあ、最初に行って、あの日はスッと入れたね。そうですね、あ、結構なんか、でもちょっと早めに行ってたのに、でももう列ができてましたね、もうすごい列が、うん、食品の方が多かったですね、うん、今の、はい、写真がこんな感じで、先着何名とかいうのね。ああ、ありましたね、並んではったりね、うん、あの電気自動車の、あ、そうそう、充電ね、はい、できるところね、そうありましたね、はい、はい、はい、こちら、あ、これ店内ですね、はいはいはい、もうね、結構、結構空間が面白かったですね。そうそうそう、はい、廊下とかね、エントランスすごいあの広く取ってあるから、たくさんいてても、あんまりごちゃごちゃ感じないね。はい、そうなんですよ、うん、な感じで、いろんなお店がありまして、うん、ちょっとあの、僕と吉村さん別々で、ね、はい、行動してたんですけども、どこで、どんなものを買った。僕あの、入ってすぐに、うん、H&M に行ったんですよ。はいはいはい、
萌えちゃんの M に行って、もう即これを買いました。あ、そう。この、この服と一目惚れしちゃって、トレーナーと、はい、買いました。あ、そう。あと他にも、この教室が出る前だと時計とか、ちょっとこのなんかメタリック深み、メタリック、メタリックディープグリーンなんか深緑のちょっとメタリックみたいな感じで言われて、なかなかない色やなと思って、はい、見て、はい、すごく気に入って、はい、はい、他の全部が全部衝動買いですよ、僕の場合。あ、そう、はい、後でまた来ようとかないの？はい、ないです。ないの？今ですもん。あ、そう、来ますってなるんで。あ、そう、もう気に入ったら買うってタイプ、はい、後半お母さんさんが泣いてました、ね、あうちは、まあ、私も娘連れてて、はい、うちの買い方は、はい、午前中それぞれ見るねん、はいはい、あほんで昼から私がついて決済みたいな。そうそうそう、だからその場ではうちの子はパッと選べる。あ、そうなんですね。そうそうそう、ある程度見て、その場で決ですね。あ、そう、ある程度見て、はい、あ、こっちにしようかな、あっちにしようかなって言いながら決めるタイプやね。あ、へえ、ね、服とかやったら逆にそこのこの服が欲しいとか、なんかそこのこういう感じの服が欲しいなってもらっとしたイメージはあるんですよ。あ、もうあるんや、はい、だから即決で、あの、いいのがハマったら、はい、そこでも決めちゃうんですね。あ、で、これですね、このイオンの専門店街のカードを作るのにもすっごい行列で、これな、でもな、3階行ったらな、はい、ガラガラやん。あ、そうなんですか。せやで、皆さんね、イオンモールのカード作るの3階ガラガラ。あ、そうなんですか、うん、3階行けばよかった。何箇所があるんですよカード作るのが。あ、うん、多分2箇所、2箇所しかあっても見てないですね。あ、そう、はい、で並んではってやんか、はい、え、他ないのって言ったら、いや、3階ついてますよって言うから、あ、そうです、ね、3階行ってすぐ作れた。そうなんですね。でも、でもほんまにカード作ろうかめっちゃ悩んで、並ぼうかめっちゃ悩んだんですけど、並ぶ時間もったいないなと思って。せやろ、並ぶ時間もったいない。でも3階空いてるなら作りたかった。うん、3階でもそ初めに作ったから全部ポイントついてた。あ、もうポイントついてたらもうすっごいポイントついてた。もう300ポイント超えてたんちゃうか。羨ましいです。ほんでイオンの向こうのカードも作ってね。ああ、そうなんですね。これこういうふうに結構、うん、椅子とか、あと、あ、くつろげるスペースもいろいろあったよね、はい、あって、子供さんのキッズ、あ、そう、キッズコーナーで、うん、結構いろいろね、だから結構空間がね、そうですね、ね、はい、やっぱり、あの、大きいっていうね、はい、で、うん、西日本一番、え、そうか、最大級、はい、らしいですよね。だからすごく空間が、一つ一つのお店も大きかったよね。うん、はい、めちゃ大きかったです、ね、はい。よくあのアリオとか言っててんけど、あ、でこの僕の行きたかったあの、うん、スポーツの、あー、行ったんですけど、うん、もう奥めっちゃ広かって、うん、で、うん、あの、うん、入る手前にあのよく筋肉鍛えるってやつあるじゃないですか、うん、あの、パッて筋肉するやつを着てたんですけど、うん、あれ最初僕全然信じてなかったんですよ、うん、もう絶対こんなのそんな鍛えられへんわと思ってて、うん、で、まあ、つけてもらって、うん、あれすっごいですね。あ、そう、もう、あの、手が力入れたらもう勝手に動くんですよ、こうやって、うん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 、で、あの、一番最大の一番速いのにしたら、うん、手がもうこの状態で動かないんですよ。なんか、しかも振動に何があって、その、うんうんうん、どんどん速さが出てくんですよ、うんうんうん、最初はなんかもう、最初のようだったらピクッと言える動かないんですけど、強くなってきたら、もうブル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 ってもう力入ったままなるんですよ。あれ、あれすごいですね。欲しいとは思わへんかった。欲しいんですけど、ちょっとあのいろんなもの買いすぎた後だった。さすがにこれは無理かなと思ったんで、はい。あれ今すごいいろんなもの売ってるよね。そうですね、うん、ね、はい、今までのとは違うっていうのは言ってはったわ、はい、あ、今までも振動するのはあったやん。 あ、はい、あれとはまた全然なんかほんまに電気で強制的に筋肉がもう最大に引き締められてる感じですね。なかなかすごかったですね。すごいね。ちょっとあの腹筋のやつがあって、腹筋をあやろうかなと思います。あ、やるな。でもちょっとチクチクするんですよ、若干電気なんで。なんかそれ合う合いにあるよね。でも張って早くチクチクするんですけど、慣れたら全然大丈夫で、うん、そのうちめっちゃ熱くなってきます。もうどん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 、もう僕腕につけてもらったんですけど、もう腕この辺、あ、違う、腕この辺一体がもう全部もう熱くて、うん、もうすごかったです。あ、そう、はい、へえ、すごいな。あ、すごかったです。
ブチャゼロどこかな。そうです、あの下の、あ、はい、下の食料品のところで、ね、はい、そうですね、うん、バウムクーヘンとこんなの、あ、そうそう、これ買った買った、あ、買いました切り売りしてはって、あ、そうなんですね、僕あんまりバウムクーヘン食べないんで、あ、そう、はい、家族にお土産で買っていきました。あ、そう、はい、へえ、今そう、食料品もたくさんあったね。ああ、はい、めっちゃありました、ね、デリバリーっていうの、はい、ああいうようなね、お惣菜とかもたくさんあったし、で買ってそこで食べれるようなね、うん、あ、イートイン、そう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 、イートインとか、ね、イートイン、そういうコーナーが、あ、これ、これですかね、うん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 、あ、それピザ、これですね、ピザもしてた、カレーとかも、あ、あの、そうなんですよ、これ言ったんですよ、めっちゃカレーの匂いがしてきて、カレー食べようかなってめっちゃ悩みました。あ、あれカレーの匂いってダメですね、うん、あ、そう、匂ったら食べたくない、あ、そうカレーの匂いはもう食欲をそる匂いです。だから上のフードコートっていうか、はい、あそこもすごい、あの専門店とかすごい人やったね。あ、そうです、もう専門がもう、ね、もう基本なんか最初にみんな食料品行って、うん、その後に専門店行くみたいな感じが多かったですね。食料品が多分オープンでめっちゃ安くなってたりとかで、はい、なんでそれをもう先に買って、ね、はい、映画館もあんねんな。あ、はい、映画館一番上に行ってたんです。 4D 行きました、うん、ネバーランド、あ、見たんですか。見た、ほんまにネバーランドめっちゃ、なんか僕あのちょっと初帰った時に、うん、横がで横のでっかいモニターのところでやってて、うん、まあ、見て、あ、これ見たいなと思ってたんですよ、うん、え、4D で行ったんですか。 4D で行った、わー、羨ましいですね、 4D すごい揺れ、あ、そうですよ、弱かったです、あ、これです、酔いそうやった、酔いそうやったあ、なんかすごい風とか、もうここまで出さんでええんちゃうっていうぐらい、そんなに行きました。うん、あと、うん、そうです、これ、このトイレの注意書きに、うん、あの 4D の劇場のせいで、うん、揺れる場合がございますから、そう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 、これなかなか面白いな。で、身長制限あってんで、あ、そうなんです、あ、これですね、そうそう、ほんでやっぱり体重の悪い人とか、あ、この人は飽きませんっていうのもあったし、結構ね、はい、誰でもが入られへん、あ、これやっぱり、うん、そう、あの、やっぱりそれだけ揺れんねや、これですね、そうそうそう、振動に関しまして、そうそうそう、 4DX 共演による揺れがたまに、まれに発生することがあります。へえ、逆にこの、逆にちょっとこのトイレで揺れを大事にするだから揺れに弱い人は行ったらしんどいわ、はい、あ、そうなんですね。あ、で映画って長いやん、はい、だからユニバとかのああいうアトラクションとかじゃなくて10分とかさ、はい、あんなんやんじゃなくて2時間とかやん、はい、だからしん弱い人はしんどいと思う。でも1回は体験ね、どんなもんかね、ね、体験されたらね、せっかく近くであるから ね、 でそのうち 4D 用の映画とかね、あ、そうですね、でも今はないもんね。でもこのジュラシックワールドとかも絶対もう 4D 向きじゃないですか。あ、あの僕一回ジュラシックワールドの総理見たんですけど、で、あの僕いつもあの 3D とかでも、はいはい、ちょっと先に話して見ときたいなと思う人なんですよ。 3D とかやったらちょっとその浮き出てるものに集中して他のもの見えなくなっちゃうんで、先に普通のやつで見てから 4D とかならもうジュラシックワールドとかも今すっごい見たいですね。もう最初にもうストーリー全部知ってるんで、ストーリー全部知ってる込みで 4D さん体験したいです。そうやな、はい、絶対楽しいですね。そうそう、 4D やったらストーリーやったやん。はい、あ、そうですね、もうね、その体感、ね、そうそう、体感でやからね、ストーリーっていうより、はい、ストーリーを楽しみたかったら普通で見た方が。そうですね、このジェラシックワールドはいつ 4D じゃないの。これは僕が行った時に書いてたやつなんで、へぇー、1個なんですよ、会場が。あ、そうなんですね、 4D の会場はね、だから順番っていうか、ワイルドスピードとかスカイミッションと、ワイルドスピードスカイミッションと、あとパシフィックリムがまた戻ってますね。パシフィックリム結構前にやってた、はい、怪獣ドロップ、怪獣っていう文化を、外国が取り入れて作った映画なんですけど、結構面白かったです。僕あの家で見たんですけど、友達と一緒に、なかなか面白い作品になってました。はい、ちょっと映画評論家みたいになってるんですけど、全然そうじゃないんで、ただの映画好きなんですけど。でもね、あそこの椅子、普通のも見てん、ギャラクシーカイド、あ、はい、ギャラクシーカイド、はい、普通のところでね、はい、すっごい椅子がね、ゆったりしてる。あ、そうなんですね、うん、すごいいいよ。うちの親は多分椅子ゆったりしてたら寝ちゃうんですよ。あー、よく映画中に寝るタイプの人なんで、映画中を撮ってみて、あ、そうなんや、
寝て、まあ、これやばいなってパッて見た時にも寝てるあ、そうだ、ね、あ、そうだ、へえ、たまに、たまに寝張るしてる、ゆったりしてる、椅子が今まで行ってたとことは違うそうなんですね、なんで椅子すごくあのね、前の人との段差が高いね、はい、だから全然頭が気になれへん、それ嬉しいですね、うん、それあの、僕の前に、あの、一回もうすごいあの座高高い人の前に座られて、こう画面がこうあって、ちょっと下画面の下のラインがちょっとこうなって、ちょっとこうなったんですよ。あここが、ここちょっと下がってないかなっていうのがあったんで、それ嬉しいですね。すごい高い。うん、前の人とのね。はい、あ、もう、それ。だから全然気になれへん。だから、すごくもう最新の設備を入れてんねんなっていう風な感じでしたね。そうですね。ちょっと映画見に行こう。絶対見に行こう。近いしな。はい、もう近いです。もうチャリンコ、頑張ってチャリンコで行きますしね。頑張ったら自転車で行ける行ける。20分で行ける。自転車では行きたくないです。あ、そう。自転車あんまり好きじゃないんですよ。でもね、もうね、土日はね、はい、この前の日曜日行ったんかな。はい、ほんで、はい、映画もあったし、はい、で9時までに入るように行ってんやん。はい、ほんだら、スムーズに行けて。あ、でも、もう10時とかになると、はい、もう今度もうワンサーですか。ほんでえちょうどね3時ぐらいに帰る、はい、でか帰るとき外かずーっと渋滞、はい、ああもう帰りの車がもうどん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 もうちょっと帰るまでに2時間かかるとかあっそんなにだから昼から絶対高く行くんやったらもう朝一行ったほうがいい。そうですね、うん、朝一やったらスーッと入れるから、はい、あもう3時とかもう2時間それもあそこの駐車場って広いやんか。あ、めっちゃ広いですね駐車場。ほんでだからじーっと待ってはんねん。あそのコーナーコーナーで。で, あーでもそんなんいつ誰が出るかなんか分からへんしな。いやーすごいな。でもいつだって入れんねやろっていう感じやよ。駐車場もほんまに結構こう裏に入って裏が結構表広かったりね。なんで、ね、立体がないんですよね確かあれ。4階と屋上だけがあるんで、だからまだね4階屋上には行ったことない。まだ1階で止めれる、だから朝一行くから1階で止めれるような。でも出るのもすごく混んでるから、きっとあれ4階とか屋上に止めた人はもうその下に降りるまでがすごいことかもしれない。そうですね、それ1回から延々できないやつあれアドリングストーパーやったらもうそのままね、そう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 なんだったら演技がたってできないと。でもすごいができたね、うん、すごいですね、うん、なんかあるイオンに関して言いますか。イオンの言い忘れたことですかね。僕でもイオン結構好きなんですよ、うんうんうん、結構なんか家族で買い物行くとか言っても、うんうん、イオンです。いやの最初あのちょっと前だと大日のイオンとかでしたし、結構あ、あとこれですね、あとこの持って食べに行ったんですけど、ね、海のおまれ、あのおひつご飯、ね、あの四六時中と同じところらしくて、はい、僕と食べに行ったんですけど、僕はこの僕こっち食べました。あこのいくらたっぷりのやつ食べたのと、はい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 、と親がこの海鮮の方、はいはいはい、でこれもなんか食べ方いろいろ説明されて、なんか最初はご飯そのまま行ってください、あのお茶碗食べて、しゃもじあるのそのご飯、まあ、最初はそのまま行ってください、でその後にちょっとレモンを絞ってください、僕の前でいくらにレモンと思ってかけてみたんですけど、結構美味しくて、でその後にお茶漬けみたいな感じでだしを入れて食べるとか、もうめっちゃ楽しめるんですよ。でちょうどご飯の分量もちょっとそれぐらいなんで、もうあのすごい美味しかったです。他にもいろいろ大阪初出店があるよね、はい、あるんですけど、どこもいっぱいやろ。はい、もういっぱいでした、ねえ、はい、僕ら行った時にちょっと早めに入ったんですよ、僕は。11時ぐらいに入ったんですよ。じゃあ全然大丈夫やって、12時ぐらいからもうワンサーが入ってきました、もう。よく、先入ってよかったってほんまに思いました。そうそう、私はだから映画が終わってから並びに行ったから、12時ちょい前やから、そうなんですね。もういっぱいで、ね、一番ピークのぐらいですね。何とかに名前書いて、はい、ほんで、見ながら、ほな、割とね、手作り豆腐のお店があって、はい、そこがね、30分ぐらいだったかな、手作り豆腐のお店に入った。ああ、そうなんです。あの誉れに入りたかったんやけど、もういっぱいすぎて入れなかった。ちょっと待ってください、今ちょっと画面が変わりました。はい、そうですね、喋りながら探しています。はいはいはい、まあでもほんまにすごいわ、そうだった時も、
広さ、まあ、入った瞬間にダイレクトはまた違いましたもんね、その雰囲気というか、なんかそのごちゃごちゃ感がないね。そうですね、なんかすっきりした感じやね。ダイレクトって割とごちゃごちゃしてない？そうですね、結構いろんなお店いっぱいあったりするなあ。これかな、これやね、はい、戻ってまいりました。はい、あ、そうなんですね、また戻ります、はい、もうそろそろでも今日お時間になって。あ、そうですね、本当だ、話した間に、はい、またね、いろんな情報を、そうです、ね、イオンについて、はい、イオンについてまた、ね、僕も映画ちょっと絶対行くんで、ね、次までにはちょっと見ときます。せやね、はい、やね、次までに見できます、絶対見できます。はい、はい、じゃあまあ皆さんもイオン楽しい、いろんなイベントがありますので、はい、というか今月はもうイベントがいっぱいです、ね、盛りだくさんですね。はい、準備してください。はい、はい、じゃあこれでいいですか。はい、それじゃあ、またね、はい、バイバイ。